した、分からん、多分したと思います。何回向け初見です、こんばんは、フォローしました、 MKJ さん、かわちぃ嘘つけ、初見じゃないだろう。マルチ、こんにちは、かわいい、ありがとうございます。そう、なんかね、なんでか分からん、れいかちゃんの応援来た、アルバムの写真あげたって、うん、あげました、れいかちゃんにでもれいかちゃんからもらったら、やすべさん、お疲れお疲れ、そう、れいかちゃんに、れいかちゃんのアルバムの写真あげたんですよ。そう、はじめまして、こんばんは、のいのいさん、胃に詰め込んでください、いろんなもの、落ちない、そう、え、でもカラオケね、もうカラオケできるんかね、今分からんねちょっと待ってちょっと待っとって、あれあれあれ、ああ、何でもないわ、何でもないや、画質いい、ちょっとカラオケ一回やってみよう、何歌ったらいいと思いますか、いやー、じゃあ、あ、できるよカラオケ、じゃあ本日2回目のおもこへ行こうかな、もう踊れんけど、歌って踊れはできんけど、やほ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 、本日2回目の、いいですかおもこへ、でもなんか歌うものが思い浮かばん、できたよ、七並べもしますよどんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう、違う空を見上げていたって忘れない、誰も皆続かないらしい。
を、もし世界が終わったとしても悔いのないように、その日がまた出会って、昔話できたらいい、祖母涙以上に微笑んでいっぱい、知りたいんだ、忘れはしない。ずっとが声出んかった。ありがとうございました。そう、じゃあ今からね、七並べをしたいと思います。ハート型ウイルスに、その最近アイスの実が好き、アイスの口どけが好きなんですよ。恋は神様の、そのところが好き。気まぐれ顔を近づけて。七並び配信を初めてしたいと思います。あい、でも話しながらだよ。すの口づけ、あ、七並べのお礼配信もせんとね。さっしーさん、ハートありがとうございます。何分にしよっかな。君は猫のように自由に、恋は神様の、さっしーさん、ハートありがとうございます。気まぐれ、はい、今日めっちゃコメントが重い。どういうこと、何なんですかそれ。でも今日ねめっちゃ落ちちゃったんですよ、さっき。じゃけん2回目今日は。顔を近づけて、そう、七並べは前回は、ちょっと待ってくださいね、何番、なんと19位でした。ありがとうございました、皆さんありがとうございました。サラは19位は初めてなんです。ありがとうございました皆さん。でも七並べお礼配信はもっとちゃんとやろうと思うので、今日はただ七並べをする配信です。あ、配信、七並べ以外にもちゃんと話すよ。ありがとうございます皆さん。そう、君は初めてなんですよ、 10番台っていうのが。じゃあやっていこうと思います。何分で合わせようかな。多分、じゃあ12分の12秒で合わせたいと思います。勝ったどう、勝ったどう、勝ったどう。カラオケしながら七並べできんかね。何時までやる、あ、どうじゃろう、何時までやるだろう。また切れたピエン、やっぱりさ1曲以外は歌えんかもしれないです、ごめんなさい。なんか分からんけどね、すぐ切れるんですよ。できない。カラオケしながら したかったのにさ、できるじゃろ、カラオケしながらしなめなんて余裕じゃろ。やりたかったのにさ、なんか分からんけどさ、ごめんなさいごめんなさい。しかも止まっとった顔がめっちゃなんかさ男の子の顔みたいでした。チャオ、そう、そしてね今日はね、そうそうそう、これがネイティブの広島弁じゃろうか、分からん、そんな意識したことがないので分かんないです。胸の奥がピなんだっけ、キュンとしたアイスの、じゃあなんかでもね、坂道さんがショールームすると多くなるよねって。七並べやりますよ、12分の12秒です。でも僕の対応ぐらいしか歌えん、それだった。ピエンピエンですね。12分の12秒で合わせますよ。なんかさ履歴にあるやつしか歌えないんですよ。
じゃあ僕の太陽を歌いながら七並べするね。なんかさ、なんか当たってない方に申し訳ないんですよ。じゃけ何かをしときたいんですよ。普通に話せばいいんかな。12分の12秒でやりましたよ。あ、おる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 。でも一人ありがとうございます。Thank you.
いた。今ちょっとね、おおる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 、しかも3人とも、3人ともサラカードにしてくれとる、イエーイ、絶対1位目指します。次はなんかさ、なんか履歴にあるやつしか歌えんらしいんですよ。何歌おっかな、なんでだろうね、ちょっと一回試してみて。無理じゃった、無理じゃった、ピエン無理でした、無理でした。どうしよう、無理だったよ、履歴にあるやつじゃないとやっぱり。よいしょ、ごめんなさい、ごめんなさいね、止まるんですよね、無理だったんよ、ほんまにごめん。じゃあサラがカペラでなんか歌ってあげる、歌いますよ、歌ってあげるとか言って、ごめんなさい、ごめんなさい、歌ってあげるとか言ってしまいましたなんかなんかやだやだ、歌ってあげるとか言ってしまったなんかごめんなさい、上から目線みたいだった今の。ちょっと待って、何を歌おうか、ちょっと皆さん何がいいと思いますか嬉しいですけど、何歌おうかな何歌おうかな、じゃあ出会いの続き歌うね、ごめんね、歌ってあげるとか言ってさ、めっちゃさ上から目線の人じゃん、やだじゃあ出会いの続き歌います。履歴の曲でもいいならありますよ、でもちょっとそればっかりになっちゃうので、それ以外にも歌うんですけど、ちゃんと曲流したのもやりますよ。じゃあ出会いの続きあります。じゃんじゃん、出会いの中で続くものって、あれアップル3位だった、あ待って、七並べは次は21分の12秒からやります。21分の12秒ですよ、わかりましたか、21分の12秒聞こえた、聞こえました、オッケー、じゃあいきますね。じゃあアカペラで、なんかアカペラでみんなには何歌いますとか言わずに、なんか不意打ちで来るってどうですかそれを楽しみたいと思いますじゃあちょっとテロップに書いとこ、あテロップもう書いたんじゃん、よかった、わかった、聞こえた今の聞こえましたか、アカペラで不意打ちで来るっていうのをやりたいと、イントロドーンではないけど、上か波乗りか、じゃあ行きますよ、そうよくない、それをやっていきたいと思うんですけど、そうなんか何を歌うか、歌います、何々歌いますねって言わずになんかやるっていうのはどうですか、何何、21分の12秒です、いきますよくなくない、よくないかねじゃあいきますよ、1番だけねウケる、僕たちの世界は思うより小さすぎて、そう息苦しくなる、新しい誰かと出会って話したいんだ、そのドアを開けてごらん、日差しの中で輝く命、小鳥は歌い花は風と踊る、カーテンでサラカードありがとうございます、サラカードおったありがとうございます、サラカードのマモルさんありがとうございます。空に手が届くか、かかとを上げてみようか、遠い山が1ミリ低くなる、空に手が届くか、心を背伸びしようか、白い雲が先よりも少し近づいたかな、かもだった
ごめんなさい、なんかさ、なんか七並べ配信って当たらなかった方に申し訳ないんですよ。だからやってなかったんですけど、やっぱり当たらない当たらなかったです、ごめんなさい。じゃあね、なんか歌いますね。